こんにちは、吉田さん。しくじり先生ね、あれの番組面白いですよね。でも結局しくじり先生に出てくる人って最終的にはなんかね、うまくいっちゃってるから、だからゴールがうまくいってる人だから、その途中のね、しくじり経験とか失敗経験がなんか商品になるんじゃないかなっていう見方もできるんですよ。で、先日お話したその、まあ60代後半の方はですね、もう本当にどうしようもないところに来ちゃったという、失敗続きというかね、失敗すらしてないというかね、挑戦してないという、お金もないし、何かをやったっていう経験や思い出もないし、もちろん一人でポツンと生きてて、どうしましょうかみたいなね、紐の切れたタコ状態で、で、私がお話したのは最終的に、いや結構ね、その悲惨な状態に至った過程をお話しすると、多分そのまだこんなやつがいるんだ、自分の状態は今よりまともだって感じでね、マウント取りたい人が集まってくるんじゃないかなって思って、そのコンテンツ役に立つんじゃないかなと思ったんですね。で私麻雀店のオーナーをしてたじゃないですか。オーナーしてたんですけども、結局ね、麻雀店のオーナーってね、そこそこ麻雀強くないとできないんですよ。で、私はまあ麻雀で生活できるかどうかは分かんないですけども、まあ町に麻雀行って、まあ、まず負けることはなかったんで、客としてはずっとね、優位を持って生き残っていたんですよね。まあそれでそこそこ、名前が通っていくから、店をやった時に、あいつのやってる店だったらってことで集まるんですけども、どこに行ってもね、やられっぱなしのやつが麻雀店やりだしたって言ったらね、それはね、なかなか人は来ないですし、従業員さんも来ないですよね。まあ、要するに麻雀店のオーナーって麻雀を教えないといけないんでね、勝ち方とか上手な立ち振り回りとかね、接客以外にも。だからそうなってくると、まあ麻雀の才能っているんですよ。でも麻雀店のオーナーができるほどに麻雀強くても、じゃあ今度ね、ビジネスで勝ち残れるかって言ったらまた別なんですよね。まあビジネスって結局お金残すためにやってるわけで、儲かってないけどビジネスっていうのはなんないわけですよ。まあそれは消費行動とか、まあ趣味とかね、あんな感じになってくるわけですよね。で、何が言いたいかっていうと、麻雀の才能があっても麻雀をビジネスではできないんですよ。で、私は客としての麻雀なら生きていけたと思うんですけども、麻雀店のオーナーとしてはね、やっぱり10年できなかったっていう、まあ、現実があるんですよね。まあけど、その麻雀を職業にしなければこんな感じになるわけですよ。まあ、つまりね、自分には才能があると思って、その才能を生かして、その才能が社会に認められないってことは大いにあるんですよね。そこがなんかね、儚いところですよね。これは林修先生が何度も言ってることなんですけども、なんかその才能はね、偶然なんだということなんですよ。自分が身につけたものが社会に通用するかどうか、それは偶然だと。ただ人に求められて、これをやってください、あれをやってくださいっていうふうにお願いされたことに対して答えていくと、それは必然だそうなんですよね。で、何が言いたいかというとね、もう一回言いますけども、社会は私に麻雀で勝つことを望んでいなかったんですよ、ね、そんなの見たくねえよみたいなね、関係ないよみたいな感じだったんですよ。でもお金の問題について解決してくださいっていうことには、まあ私はね、かなり優位に立ってたんですね。まあですんで、麻雀店のオーナーを辞めて、麻雀から足を洗ってね、そうじゃなくって、人々の悩みに応えていくとかね、どうやったら自由が手にできるか、どうやったらお金が手に入るんでしょうかってことを証明していくのには、私の道としては最適だったんですよね、これはね。だからそれが見つかったのはすごくラッキーなことだと思うんですよ。で、ラッキーなことにね、その麻雀に愛想を尽かしたっていうね、私の感情はすごく良かったですね。大好きだったら多分ね、辞めてなかったと思うんで、生活悲惨だったと思うんですよ。まあ、ここがなんか、パラドックスっていうか面白いところですよね。麻雀を辞めたら、生活良くなったみたいなね。まあ、みんながみんなそうなるとは限らないんですけども、自分にはこの道しかないと思ったのが、地獄へのね、一方通行だったってことは本当に山ほどあって、これ本人にはかわいそうだから言えないんですけども、はっきり言ってそんなことばっかりじゃないですかね、まあ、いわゆる向いてないってやつなんですよね。でもなんかそれにかけちゃう人ってのはいるわけですよ。
じゃあ何が向いてるか向いてないかっていうのは結局時間とお金が生み出せているかそれとも消耗させられているかっていうところに尽きると思うんですよ。まあ目的にもよるんですけども、まあ銭金失ってもやりたいんだっていうことだったらね、どんどんやればいいと思うんですけどもね。まあ R34 とかね、まあ、どうなんですかね、銭金失ってもずっと走っていたい、そんな車だったと思うんですけども、多くの人は銭金失うのが嫌だから手放したり、そもそも手に入れなかったりするわけですよね。で、偽りの人生ですよ、これは。本当はこうしたいのに、金がないからやらないのかね。偽りの人生ですね、これね。じゃあ、お金とか時間とかの制約が何もなかったら何したいですかって言ったら、本当にそれしたいんですかってことですよね。でもまあ悲しいかな。人には、時間の制約とかお金の制約、特にお金の制約があるんでね、やりたいことできないんですよね。仕方なく、全然関係ない人生を選ぶしかなくって、そのまんま終わっていくということなんですよね。まあだからそれを脱するために我々のような暮らしがあると思うんですけども、まあけどね、結局は吉田さんだからできるんでしょと、久保さんだから言えるんでしょっていうふうなねことになっちゃいます。まあその通りなんですけどね、やっぱりね、なんかこう一山当てないと言えないことって多いんですよ。だからね、逆にですよ、何者にもなってない人が分かりきったようなことをね、風潮するっていうのは、まあ、滑稽だなっていうところありますね。それは自分が偉そうにね、ものを語るわけじゃないんですけども、少なくとも、さまざまな制約があってね、ニッチもサッチもいかない人が、まあ、人生とはとかね、仕事とはとかね、語り始めるんでね。まあそれで気持ちがいいならしょうがないんですけども、答えはそこにはないよってことですよね。答えはそこにはないと。いってらっしゃい。